シンガポールポストはシンガポールの郵便事業会社。通常、シングポストと略される。シングテルの関連会社。シンガポールポストは郵便事業以外にも国内、国際的な運送業務、金融業務や集金代行業務なども行っている。本部はシンガポールのパヤレバー。フラトンホテルになる以前のホートフラトンはゼネラルポストオフィスがあった。 郵便事業はスタンフォード・ラッフルズがシンガポールを発見した時まで遡る。当初は軍部によって行われてきたが、1823年にはマスター・アテンダントによって行われることとなる。当時は郵便物の量も少なく、集配局は一つしかなかった。後に郵便局として知られるようになるのは1930年代のことでヨーロッパ人の事務官一人。 地元民の事務員一人、日雇い労働者一人が働く、マスターアテンダントの開示事務所の部屋を使ったものだった。次第に郵便物が増えていき、1854年にタウンホール近くのシンガポール側のほとりに移転。シンガポール郵便局として知られ、後にゼネラルポストオフィスと知られることとなる。しかし、この場所はビジネス街がシンガポール側の向こう岸にあったため、 非常に不便であった。川を横断する歩道橋が架けられたのは1856年のことで通行料金は1 0度だった。シンガポールの海上交通、郵便の量が激増し、1858年10月に郵便事業はマスターアテンダントの開示事務所と分離され独立した部門となった。最初の切手が登場したのは1854年のことだったが、 通常切手は使われていなかった。郵便物は郵便局での提出のみだったため全て登録されており、また郵便物がどの船に乗ってシンガポールにやってきたのかも全て記録されていた。郵便を出すとすべてレシートを発行していた。郵便を大量に出す人には一回一回の支払いが不便だったため、個々の郵便口座を作り、毎月郵便代を引き落としていた。 郵便を乗せた船が着くとまず仕分け員が郵便物をアルファベット順に並べ、その後、配達員が牛車、馬、徒歩で配達した。配達は最初は都市部だけに限られていた。また、今まで発送する場合は、郵便局に行かなければいけなかったが、郵便ポストが登場し、馬車で回収していた。1873年に、 ビジネス街に近い現在のザ・フラトン・シンガポールの場所に新しい郵便局を建設し移転した。しかし、イギリス政府は将来を予見しきれず、すぐに同じ場所に建て替えることとなり、1885年に新しい郵便局が建設された。1955年発行の切手1921年4月23日に、 ビルの建て替えのために整地したばかりであったコリア・アキーに、カリー店、新しいビルは1928年7月23日に完成した。このビルは現在のザ・フラトン・シンガポールで初代海峡植民地総督であるロバート・フラトンに、ちなんでフラトンビルディングと名付けられた。フラトンビルは上海にあった建築会社、キースドーズウェルにより設計され、当時としては大規模な建築と、 ドーリア式の円柱などに特徴のあるパラディアン様式の建物としてシンガポールの代表的な存在となった。19世紀後半にシンガポールの郵便事業は現代的な発展を遂げ小包配送、銀行業務などに拡大していった。1897年に郵便局の支店が建設され、1936年には20の支店を展開していた。 郵便物量は飛躍的に伸び、馬車での郵便物回収は1914年に自動車に置き換えられた。パヤレバーにある本部1982年に郵便事業部は通信庁と統合し、その後1992年に通信庁を3つの部門に分割した。1992年にテレコミュニケーションオーソリティオブシンガポールが シンガポールポストに対して郵便事業免許を発行した。シンガポールポストは2003年5月13日にシンガポール証券取引所に上場した。2010年では62の郵便局8907の郵便ポストをシンガポール中に設置している。シンガポールポストは以下の住所の書き方を推奨している。通常、最後のレッありがとうございます。